ヘルシンキマルミ空港はフィンランド共和国の首都ヘルシンキ市のマルミ地区に所在する空港である。マルミ空港は町の中心部から約10キロメートル北東に一致している。1952年にヘルシンキバンター国際空港が開港するまでマルミ空港はヘルシンキのみならず全フィンランドにおける主要空港だった。今日、マルミ空港はジェネラルアビエーションの拠点として にぎわいを見せている。現在の空港面積は約127ヘクタール。ターミナルは一つで2007年の利用客は1174名である。長い間、ヘルシンキ市は同空港を平とし、その区域を新規に住宅地として開発する計画を有していた。しかし、丸見空港の平とについては反対意見も多く、その将来は不透明なままである。 ヘルシンキマルミ空港は、マルミ軍区のタッタリスをに位置するヘルシンキで最初の陸上空港である。1936年12月に運用が開始された。この地域は近年、ヘルシンキのマルミ地区となっている。マルミ空港の運用開始に伴い、アエロイの航空機は地帯なく水蒸気から陸上機に転換され、ゼネラルアビエーションの飛行機と共に新空港へ移行した。 1938年5月15日、公式な開港式典が開催された。ヘルシンキマルミ空港は、当初から国際空港として設計された世界で最初の空港の一つである。同空港の登場により、それまでの空港と比較して、フィンランドの首都と空港間の移動がより早くなった。1930年代の終わりにはすでに、 国内航空路線がフィンランドのすべての大都市に達し、1940年代には極北に位置するペツァモペツェモに至るまで空路で移動することが可能となった。冬戦争が丸見空港における民間航空を中断させ、同空港はフィンランド空軍によって接収されたため、民間人の航空交通は他の飛行場に移っていった。継続戦争中は民間及び 軍の両者が丸見空港を利用して航空機運用を行っていた。継続戦争が1944年9月に終わった時、同空港は連合国管理委員会に接収された。丸見空港がフィンランド人の監督下に戻ったのは1946年の終わりのことであった。戦争中、より大型で重量の重い航空機が開発されたため、戦後、航空機産業及び 事業航空ビジネスは非常に盛んになった。ところが、丸見空港は新たな状況に直面した。もともと深い粘土層と湿った氷土の上に作られた滑走路は、もし新型の大型旅客機の重量に耐えるようにするならば、多額の投資が必要となることが明らかになったのである。経費見積もりを行ったところ、複数の滑走路の延長。 その下の地盤工事及びその強化は費用がかさみすぎるということが示された。結果、当該計画は断念された。国際基準に準拠した新たな飛行場は1952年、同年のヘルシンキカキオリンピックに間に合うようにという政府の方針の下、ツスーチャラに開港した。この空港は今日、ヘルシンキバンター空港として知られている。定期航空路線は次第に 丸見空港から新空港に移っていった。丸見空港は、その後、長年にわたって、事業用航空事業の新しいカテゴリーである、チャーター便拠点として供用されてきた。日没の丸見空港滑走路近年、丸見空港は、ジェネラルアビエーションの一大拠点として利用されている、事業用操縦教育及び航空事業に加え、 自家用航空や航空クラブがここで運営されている。2002年にはフィンランドの全パイロットの50%と事業用操縦士の3分の2が丸見空港で操縦教育を受けた。フィンランド内務省全線艦視団は同空港の重要なユーザーである。特別な状況下において丸見空港はまたヘルシンキバンタ空港の予備飛行場として機能し、 軽量旅客機の発着に対応する。丸見空港はまた、その環境が空港区域を取り巻く美しい自然の風景と自然遊歩道を作り出しているため、アウトドア活動を愛好する人々の間で有名である。同空港で開催される航空ショーやその他の公共イベントには、毎年数万人の見物客で賑わう。丸見空港において、 飛び切り旅行に保存されている第二次世界大戦前の航空環境はまた国際的認知を受けてきた。この環境はワールドモニュメント財団によって2004年版の危機に瀕している世界の文化名所リスト100に選ばれており、さらに2005年6月には2006年版リストにも再選出されている。また、同空港は近代の時代動向を象徴する建築物、 記念物及び場所を一覧目録に載せ保存することに奉仕する国際ドコミューもワークグループのフィンランドセレクションに含まれている。ヘルシンキ氏が丸見地区を住宅建設地域に指定しているため丸見空港の将来は明るいものではない。フィンランド国家は2034年まで法的に有効な土地活用協約をヘルシンキ氏と結んでいるが ヘルシンキシ委員会は2005年1月、土地活状況約を取り消す方針であることを国に伝えること、並びに2010年末までに、当該地域を市の管理下に戻すよう国に求めることを決定した。フィンランド運輸通信省は、民海航空局より2005年6月付で、代替案及び経費について新たなアセスメントを行うよう命令した。 このヘルシンキ地域空港調査所が2007年8月16日に出版され、景気着陸装置を装備した全長の長い新滑走路を建造し、現行の古いすべての滑走路を廃止することで、ヘルシンキ丸見空港における運用を進めるとともに、同空港から約 50km 東、ポルボーの町に近いバッカスに新空港を建設するといった主要な代替案を細部にわたって、 公開した。丸みあるいは、四方にヘリコプター基地を設置するというさらに二つの代替案が提出されている。この調査書は他の関連資料とともに、意思決定材料として供されることになっている。2008年2月、運輸通信省は道路局より調査書にある代替案が環境に与える影響についてのアセスメントを開始した。 この環境アセスメントには2から3年を要するものと、見込まれている。http://www.finavia.fi スラッシュ finavia matkusthatenglish pdf. レイネットマタクレントシミトンアンよる 07pdf。ありがとうございます。